はい。あ、ちょっと、今、昼なんでね、他のチャンネルに切り替えてね、バラエティ番組を見ることによって、気力を回復しました。第2回ですね、凡人です。どうも。というわけでね、足を怪我したまんまエレベーター上がってきちゃいましたので、まあ、とりあえず、一難は去ったということでね、チェーンソー男からは逃げられましたね。はい。ちょっと相変わ、基本的に、あ、ここカメラで映ってたとこじゃないか。おーおーおおおびっくりさせんなよ、おい、びっくりさせんなよ、せっかく回復してたんだがさ、気力をさ、動けるようになった、急に走れるようになった、なんで、どうした、足治った。お、どうした、ちょっと、待って、なんだ。おお出た、よし、え、どどうなってんの、ホラーが一転サーバイを、誰？おい、ジョセフ。残念ですが出てきませんでした。待つのも限界で。ああ、ジョセフって最初に一緒に入ったやつか。頼むから落ち着くんだレスリー。レスリー。もう戻るのは無理だ。え？どうなってんの？人が全然いない、そうだろう、ええもうサイドブレイクっていうかシティブレイクなんだけど、一気に街、一気に、クソ、どこに繋がらない、きっとみんな死んだって。後ろは大丈夫か、軽傷よ。ああ、さっきの医者が大丈夫、元気になったの、大丈夫、これは誰だ、安心だ、大丈夫、もう少し行けば大丈夫、一難去って、また、一難どころの騒ぎではありませんね。おお！キャプチャーワンクリア。ここで第一章でしたか。あれ？あれ？
今起こった、あ、いや、ほとんどあれですね、車が落下してから、ちょっとしばらくはしてないですね。車が落下したらムービーが流れて、なんか医者と看護師に付き添われて、気づいたらここにいたんですけども、で、その過程を撮ってる間に、電話がかかってきて、電話に出ようとしたら、電話は切れて、そして、なぜか動画が止まっていました。どういうことでしょうか。というわけで、ちょびっとだけ飛んでいますが、先ほど、セーブしたところから、ここでもう一回セーブできたんだね。なんか、よくわからない看護師がいる空間ですね。そうそう、これですね。で、どうぞこちらへと言われて、ここに来たので、凡人もさっぱり何が何だか分かっていません。椅子だ。おお、びっくりした。看護師さん、どっから出てきたの？リラックスして。あれ、なんか変なお店？変な、おかけください。はい。変なお店？何のものだ？おい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 、抵抗しないで。何これ？これはあなたのためよ。言ってることはエロいけど。何これ？アンロック、アップグレード、あ、丸ボタン。おお、ほら、良くなったでしょ。どういうサービスのお店ですか？燃えてるよ。ちょっと、何これ。で、これ、何これ。あなたを待っている。あの看護師さん、まさかヒロインか。おお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 と、これは、ちょ、燃えてる。ああ、あれか、サイコブレイクされたのか。ここはなんだ、ここはキッド。お、どこだ。あ、え、キッドってあの女の人か。コネリー。お、なんか落ちてる。あ、アイテム落ちてるわ。おお、これ経験値かな、さっきの感じからすると。とりあえず2ステージ目がやっと始まったということですか。ん？ん？なんか血の跡だ。あ、血の跡じゃねえかこれ。向こうどっち？さすがに分かれ道はないね。なんで血の跡が。この視点がね、微妙にね、狭いのが怖いね。やめろよ。なんかないかな。あえて、血の跡ではなく、回り道をしていこう。絶対なんかある。遠くから見よう。あれ？お？あれが、お、なんだ？近接攻撃って何？なんでここで近接攻撃のが出るの？え？なんでここで出るの？ちょっと待って。え？これは何？アイテムボックスとか。かか？やめろよ。やめろよ。まあ、パッパ行かないとな。
道が分かんなくなってきた。どこだっけ、あれ、あ、さっきの血は鹿のものかな。じゃあ人じゃないのか。じゃあいいよし。なんだあれは。よく耳を触る。おっ、くした。何これ、ランプ。さっきなんか録画の時に出てたか分かんないけど、あれだぞ、ランプはダメって書いてあったぞ。おい主人公、ダメだろ今のは。バカ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 、滑落してるし、ダメだろあれ。どうすんだよこれ。ランプ消せ、ランプ消せ、ランプ消せ、ランプを消せ、早く消せ。消せないのか。なるべくランプの光をあいつに当てないように行こう。スニーキングしていこう。あんなのだってさ、あんな影してるのさ、ゾンビかヤマンバしかいないからな。お、自動だ。何してん、何してん、何してん。人じゃねえか、バカ。拳銃だ。これは、あ、もう、主人公もわかってますね。コネリー。コネリーって誰だ。コネリーってあの、運転手か。誰それ。医者か。ダメだー。よし、ワスマンコネリー。あ、そうか、補充、そう、あれをなくしてるんだ。落ち着け、落ち着いて狙え。頭打っても死なねえの。くそ、コネリー。すまんコネリー、弾を打ちすぎた、一発しかない。あと、あ、なんかできるのかと思ったら違うのか。これは医者だよな。てか、倒したんだよ。倒したんだよな、あれな。不死身とかそういうことはないね。ランプだ。おお、アイテム。おお、経験値か、これは。よくわかんないけども。さっき、丸ボタンを押せって書いてあるときにあったやつですよ。あの、白黒の世界で。なんだなんだ、あ、ランタンを点灯、消しとこうよ、消しとこうぜ。さっきローディング画面に書いてあったからな、ローディング画面に書いてあったからな。でもなきゃないで困るのかな。アイテムだ。凡人アイテム、アイテム、やっぱね、アイテムマニアなんですよね。これ開かない。行くしかないじゃねえか。あれは絶対、もう、ほら、もうダメだ。どうする？ちょっと待って。あ、うっ！バカ！え、ちょっと武器どうやって買うんだよ。気づかれてない。大丈夫だ。なんかあの糸が見えるんだけど、あれ何？トラップ？あ、違う。これさっきの。痛い。レスリー。危ないと教えてくれたのか。レスリーだ。俺は刑事だ。手を貸そうか。手を貸す。くそ。病院に行かないと。病院はもうコリコリですよ。あ、逃げた。おい、これ何だ。トラップの解除。トラップかこれ。あいつよくトラップ抜けてったな。トラップパーツはアガニクロスボウの各ボルトを作成するのに必要なアイテムです。アイテムメニュー画面で使用します。俺ずっとアイテムメニュー画面知らないままなんだけど。銃。スニーキング。
L1 が構え、 L2 はまだわかんない。四角ボタンなんもない。丸ボタン調べる。三角が、お、三角が近接攻撃。あ、そういうことか。武器を持ってないときはね。今なんか、あ、今なんかあれかな、リロードしたのかな、銃を。じゃあスタートボタン、アーカイブ、チュートリアル、ロード、リスタート、オプション、タイトルメニュー。あ、さっきリスタートキャプチャーすれやがったんだな。取りそびれたやつね。まあしょうがないね、ここまで来ちゃったらな。アイテム画面はアーカイブか、倉庫。キーアイテム、ここは大事なものってやつだね。アイテム画面がわかりません。おお、これだ。あ、R3 ボタンですか。で、これはなんで3つ、これはなんだ、装備ってこと？ああ、わかんないな。いや、とりあえず行ってみるか。途中でまだ説明あるかもしんないしな。まだ、まっとうに敵と戦ったのはさっきが1回だもんね。あとは追っかけられたばっかで。十字キーかな、さっきのやつ。あ、ここ洞窟じゃん。あ、もう薄暗くなってきてっちゃねえか、さっきまで昼だったのによ。ダッシュボタンなんてあんの？ L2 長押しダッシュ、スタミナを消費する。スタミナって、白いやつか。左上のね。ダッシュすることが、ダッシュする必要があるってことかな。やだよ。なんだ、もう何もわかんないのに。え？話し声が聞こえるの？これリアル？ゲーム？外の声？あ、カラスか。おー。おー？燃やす。マッチ持ってんのかな？マッチを一本使用する。敵同士が近い場合、一度に複数燃やす。燃やす。バツボタン燃やすね。結構危ない。覚えとこう。ここで燃やせるもん。まだか。まだだ。あ、違う、マッチがここだ。これがマッチか。2本。ゲット。燃やす。さよなら。燃やさないと、やっぱ復活する可能性があるってことかね。まだチュートリアルだな。まだチュートリアルだから、早々は急には来ねえだろ。何あれ、あ、草か。こういうとこには何にもないね。入るか、入るのか。血まみれなんですけど大丈夫？お、アイテムが見える。おお、びっくりした。お、なんだ、ん、とりあえず、あ、間違えた。とりあえずアイテム取って、あ、違うの。セバスチャンの手記、ようやくゴールドバッジを手に入れた。なんだ、運転免許か。刑事だ。悪くない響きだ。昇進までは長い道。あ、昇進か。異例の速さ。勤務開始が待ちきれない。俺にとって刑事は天職だ。何よりあの制服を着なくていい。給料アップも悪くない。KCPD はもっと多くの助けを必要としている。近頃は事件が多すぎる。このクリムゾンシティを守るのが俺の仕事だ。かっこいい。これ経験値だよね。多分経験値ね。この人、お、おお。くそ、
メガ。なんだ。眩しい、眩しい。ああ、そうだ、そう、これがさっきのとこだよね。またここに逆戻りか。おかしくなりそうだ。本当だよ。ここは、あ、なんか光ってんね、あそこね。ここはセーブ所みたいなところなのかな。どうなさいました？何これは、セーブか。どうした、もうニュースロットにしとくか。でもまだチュートリアルだしな。セーブして、なんで顔が消えてんだろう、手帳の。なんで今色っぽい声出したの。お、なんかあるよ、なんかあるよ。レスリー、レスリー・ウィザース、ビーコン精神病院の患者、収容先の施錠された病室から姿を消す、それを連れ出してるってことか。お、まだあるわ。野放しの連続殺人犯、野放しの連続殺人犯、さらなる犯行を許す。警察は殺害が連続殺人犯によるものと断定。いくつかの集落で行方不明者。これはいつの話なんだろうか。ここは開かない。あ、でこれが多分だけど、さっき経験値、ほら左下に出てるやつ、これだよね。座ってみまーす。おお怖いわ、これよく座るような主人公。まあ押した俺も俺ですが。おお、なんだこれは。身体能力スキルアップグレード、何が上がるかよくわからないが、最大所持数アップグレード、銃に関するスキルアップグレード、アイテムアビリティ、ちょっとこれアビリティ気になりますね。とりあえず1段階なんか書いてある。ライフゲージの上限増やすか。まあいいでしょう。あ、違う、まだいっぱいあるわ。あ、え、あ、必要ポイント結構多い。全力疾走、スタミナ、敵を突き飛ばした時に付随する小さなダメージが増す。注射器、回復量、この4つか。まだ無理かな、まあ、ダメージ倍率、あ、速射、リロード、相談数。あ、この辺安いですね。命中性能、クリティカル、ハンドガンの弾、手榴弾、注射器、マッチ。わかんないな、誰、どれ増やせばいいか。ちょっとまだやめとくか。思ったよりなんかバンバン手に入るなと思ったら大変そうですね。多分あの鏡が出口ってことですよね。じゃ出る前に一回テープチェンジ。はい、じゃあ行きますか。帰ってきたくないよな。全てが済むまであそこで、あそこにいたい。あそこはなんか安全な気がするもんね。よしよし、行くぞ。走る。ああ、違う、あれか。結構あっという間に終わっちゃうな。これ逃げるときにちゃんと取っとかないとな。来てないよな、バレてないよね。え、っていうか銃ないんだけど。
あ、違う。なんか、逃げてんの？逃げたのか？スニークキル。R2 プラス。丸。よし！えいやー。で、燃やすのか。ちょっと、家も危険な感じがするけど。中にいたの人だよな、じゃあ。人が逃げたのか。あ、レスリーか。逃げたのは。レスリー、意外とイカれてるようで、しっかりしてますね。携帯びっくりするから。あれ、逃げたのか。さらに。あ、レスリー。レスリー、お前、一人で行ったらダメだよ。障害物を乗り越えるね。はいはいはい。レスリーがいるってことは、レスリーが通ってる道はとりあえず安全ってことかな？万が一、なんかあったとしてもそれレスリーが襲われているであろうから。燃えてる？なんで燃えてんの？こう、びっくりした。開くよね。開くよね。びっくりした。怖えよ。ああ。今日の夜寝れる気がしねえわ。起きたね。ん？ん？おい、ここの住人か。ここがどこか。私はもうダメだ。ん？なんだ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 。何？お、なんだ。え、針金？え、うわ、ちょっと待てよ。これここに瓶があるけど。どうすんだよ。こんなんだって戦うしかねえじゃん。しょうがないね。いった！まさかここでボクシングか。え？ボクシング弱っ。チュートリアルを見ることができる。チュートリアルってもしかしてさっきまでやったやつとは別かな。ちょっとあまりに積んだらチュートリアル一回見直してみよう。どっから？ああ、こっからか。どうすんだこれ。これ銃の弾ないんだけどな。グロいよ。何が光ってんだそれ。あー、すっごいお腹が鳴ってる。あんなものを見てもお腹が鳴るなんて、人間は結局は人間ということか。ほら、あー、ダメか。気づかれてるときは、あ、おっとっとっと。あー、でも走れるからだいぶ逃げられますね。ただどうしたらいいんだ。あいつら放置、こいつら放置すんの。ここを見なきゃいけないんじゃない。普通に来んのかな。あ、普通に来た。火の中に叩き込めないかな。火の中に。ダメだ。痛い。すげえ。あ、 HP かな。あれ半分減った。あー、やばい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 。ダメだな。あいつら足速いの。おお、帰ってった。いや、帰ってない。どうすりゃいいんだ。あの家の中には入れないのか。 HP は回復すんのかな。ああ、なんか回復してるような、してない。まだいるじゃねえか。どうしたらいいの。あ、来てるわ。うわー、どうしよう。
あ、乗り越えられる、乗り越えられる。とりあえず行くしかないな。やばいやばい、ここ行き止まりか。いや、もう敵だらけじゃねえか。どうしよう、途中の家とか、あ、途中の家の中に入れば。ちょっと銃を構えるんじゃない、そうか、 HP が減ってるから走れない。違うな。あー、びっくりした。ことはマッチ、弾丸、よしよし、そんなにこいつら怖くないぞ。あー、今日違う、やべ、撃てないよ撃てないよ、なんでなんで撃てないよ。あ、リロードか。